福福島島君、はいえー、立憲社民の福島みずほです冒頭、えー、大臣に質問通告してないんですが、意見を聞きたいことがありますので、お願いいたします。 えー、バッハさんやコーチさんが日本はあの犠牲を払わなければならないサクリファイスですよね備え物犠牲、まあ、犠牲を払わなければいけないあるいは緊急事態宣言下でもオリンピックをやるんだということに驚愕をしておりますそして二点お聞きをいたします都内の子どもたちなどオリンピックの感染をさせるということが報道されていますバスや電車で大量に移動する子どもたちワクチン接種をやっておりません 子どもたち、本当に大丈夫か、それともう一つ、代々木公園、それから井の頭公園、1万本以上、代々木公園はあの木がありますけれども、これを伐採して、 パブリックビューイングをしていくまあ、井の頭公園では3万5000人パブリックビューイングで見てもらうということで木を伐採するんですねしかしその代々木公園はコロナ対策として立ち入り禁止に指定されている場所で木を伐採しパブリックビューイングをすると今。 映画館行かないでください、劇場行かないでください、自粛してくださいって、もうずっとやってきて、そしてなんで3万5000人パブリックビューイングなんですか、こんなことやって感染拡大になるんじゃないですか、オリンピックの開催に反対をしているのは、まさに感染の拡大を本当に心配しているからです、政府の政策、ブレーキ踏んでる、アクセル踏む、え。ー Go to キャンペーンとか、ですねあるいは冷房と暖房を同時につける、コロナ感染を抑止しよう、コロナ感染を何とか止めようという意識があるんでしょうか、ですから、国民の命を預かる、とりわけ厚生労働省の大臣にお聞きをいたします。子たたち感染ののめに動員して大丈夫ですかかそれからこの 3万5千人のパブリックビューイングのために、井の頭公園、代々木公園、これ、署名も始まってますが、反対の、まさに気を切ること、パブリックビューイング3万5千人、これってコロナ感染拡大になりませんか田村厚生労働大臣、ちょっとお子さんの件、すみません、私、よくわからないんでその都、都がそういうことをやられているのか、どこが。 そういう発表されたのかちょっとよくわからないんで申し訳ありません。あのパブリックビューイングは昨日もですね、えー、衆議院で質問がございました。あのまあこれもですねそのまあ緊急事態宣言かであるのかどうかそれはまああの早く緊急事態宣言かでならないようにこれは解除できるように感染をいかに抑えていくかということを今やっておりますがまあオリンピックの時期どういう状況なのかちょっとまだこれは推測できませんけれどもいずれいたしましてもですねあのまあ こういうことをご判断されるにあたっても感染症の専門家の方々も入ってご判断をされるんだというふうに思いますあの私はまあ専門家の方々交えてえまあ適切なご判断をされるものであろうというふうに思っております、はい、福島みずほ君適切な判断って何ですか緊急事態宣言下であろうがなかろうが3万5千人パブリックビューイング異常だと思いますどうですか田村厚生労働大臣 これれ緊急事態宣言下に入れるんですかちょっと私、それがよく、何の話かよく分かんないんですが、の多分その時の状況がどんな状況なのか、感染を防止できなければ、ですねこれは安全、安心な東京大会、開催できませんので、そういうことを踏まえた上えで、とになるんですかね。その 委員会かち,ょっとちょっと私、よく分からないんですが、そこが専門家も交えておられるはずなので、最終的にまあ適切なご判断をされるんであろうというふうに思っております小、はいはい、これはまあ都が判断、最終的にはするんでしょうが、ぜひ厚生労働大臣、閣議であるのか、どこであるのか分かりませんが、私はオリンピックの問題もありますが、この今からも切,切り始めてるんですね、伐採の仮に、あの仮にもう、 選定を始めているとでこれに対して気を守れというのもありますしオリンピックのパブリックビューイング3万5千人は異常であると感染拡大につながるという強い反対もあります私は政権が人の命を守ることをどう考えているのかということにつながる感染拡大を本当に招くんじゃないかという批判に対して政権としてやっぱり あの判断をすべきであると、私はですね1万歩譲ってオリンピックをやるとしても、パブリックビューイング異常だと思いますよ、子どもたちの感染異常だと思いますよ、配慮してないですもん、感染拡大に。ということ、オリンピックやるかやらないかとはまた次の,あのフェーズの問題ですが、ぜひこのパブリックビューイング3万5000、政権の中でもよく議論して、都とも話し合っていただきたいということを強く要望いたします私はやめるべきだと思っています。 国民怒りますよ自分たちは劇場やれない、映画館、開場できない、えー、いろいろやめろやめろやめろ、自粛しろって散々言われたあげ句、政府は、都は3万5000人、パブリックビューイングやるんですかという話になると思います。 ではですね、ワクチンの優先接種についてお聞きをいたします、お手元に資料をお配りしていますが、あの国会図書館から調べてもらいました、これはいろんな方からぜひ優先接種できないかっていうあの、ご相談を受けているからです、見ていただければ分かるとおり、米国、英国、フランス、ドイツなど、例えば、要介護・高齢者施設の入所者や、その職員が上に来ております、あのかトップに来ております。でアメリカでではやっぱりエッセンシャル ルワーカーに対する配慮、バイデン政権は学校の先生に対して優先接種をするとなっております、で日本なんですがあの、この高齢者施設の従事者は、入所者と同時接種もかとなっていて、自治体によって優先,あの優先接種ができたりできなかったりしておりますが、あのぜひ高齢者の介護施設で、 働いているスタッフの人たち、ぜひ優先接種もやっぱり進むように配慮していただけないか、いかかがでしょうか田村厚生労働大臣あの、まあ順。順番というものはですね、あの一応、分科会で専門的見地からご判断いただいて、優先順位を今回決めたわけであります。 でそんな中において、まあ、今、委員が言われた、えー、高齢者施設の場合はクラスターが起こってもです、ね、それに対応いただかなければならない従業員の方々、多々おられるわけでありまして、あのそういう方々の健康を守るためにもです、ね、ワクチンの優先出資接種という形の中で、えー、まあ本来でいうと高齢者よりなんですけれども、一緒に打っていただけるようにと、ただこれ、ワクチンの量がありますから、当初、量がなかなか集まらなかったということもございますので、量を確認した上で、自治体で対応いただきたいと、まあ、こういうお願いをさせていただきます。 いただいております。あの様々な意見がございます。実は昨日もあのアドバイザリーボードでもですね。あの、いろんなご意見がございました。ただ、一方でこれ分科会でですね。専門的見地からご判断いただいている部分でもございますので、あのそことも相談しながら、あのまあワクチンが潤沢に入ってえきつつありますので、その中でどんどんな対応していくかということは、また分科会の中でいろんなご議論が現れるんだろうというふうに思っております。 福島水穂君、はいえー、日本の自治体で優先接種を介護施設でやっているところがあるということを、私も聞いております。それで、えー、ここに関して、高齢者施設の接種に関して、えー、ぜひ、あのまあ、自治体は段階的にやっているところもあるのですが、まちまちなので、ぜひ、こういうことを厚生労働省としては応援してほしいということを申し上げます。それでもう一つ、この中には、精神障害のある人に関しては優先接種なんですが、 私はあの血友病の患者さんや、あるいは目の不自由な方や、精神障害ではない人たちの障害のある方たちから、ぜひヘルパーさんやいろんな関係もあるので、優先接種を認めてほしいという要望も受けました、まあ、この点については、例えばいかかがでしょうか田村厚生労働大臣。あの今、血友病の皆様方の話ありましたが、えー、この基礎疾患 基礎疾患の中にはです、ね、あの血液の病気があるため、えーまあ、基礎疾患を有するものに含まれるとなっておりますので、あの血液病の方々は優先接種の対象になられるというふうに認識出しております。あと、精神障害、あと知的障害が重い方、こういう方々は優先接種の対象になります。なお全ての まあ障害の方々が対象になるかと言いますとさまざまこれどういうことかというとあの要は重症化の恐れがあるかというところで専門的見地から各学会のいろんなご意見いただいてやっとるもんでありますからあの例えば身体障害もいろんなさまざまな方々がおられると思いますが重症化リスクがなければですねそれはあのなかなか難しいということでございましてあのそこを判断の一つ材料とさせていただきながら優先順位を決めま させてていいいいただいているとう次にですね、えー、2割負担の問題についてお聞きをいたしますでとです、ね、資料をお配りしています、75歳以上の年収単身200万円世帯、夫婦320万円世帯の収入と支出の状況なんですが、えこれを見ていただくと、これはあの123件のサンプルしかあのないということで、えー 200万前後50万円のプラスマイナス50万円で取っているということを聞いております、123件って少ないと思いますし、それからもう一つ、単身世帯なんですが、家賃が17万円です、これ、家賃17万円のカウントでいいんでしょうか。というのは、65歳以上の単身の方の借家住まいは33.5%なんですね。 結構借家住まいが多い、それより年齢が上がると、もっとあの持ち家ってなかなか難しくなると思うんですが、17万では済まないと思います、これの計算方法、余裕があるよ、これ、正しいんでしょうか。浜保健局長 お答えいたしますあのご,ご指摘の,あのこの資料でございますけれども、あのご指摘のとおりあの、総務省の家計調査におけます年収200万円、プラスマイナス50万円の範囲の後期高齢者の、まあ、単身世帯の支出の、まあ、調査表の提供を受けまして、厚労省で特別集計して作成したものでございます。でえっと、この,あの集計対象、この住居費でございますけれども、年間平均17万円となっておりますけれども、これはあの、 今回の集計世帯のうち、持ち家が123世帯のうちですね、持ち家が108世帯で87%、公営住宅とは6世帯で5%、民間賃貸は10世帯で8%となっておりまして、そういう意味では、調査の限界もあるかもしれませんけれども、この調査結果におきましては、持ち家の比率がご指摘のよりは少し高めということが背景になるというふうに考えております。 福島君123件なんですよ、そして、えー持ちえー、65歳以上は33.5%が借家住まいです、17万でカウントして大丈夫だっていうの、これ、おかしいと思いますよ、大丈夫な人もいるかもしれないけれど、年収200万で借家住まいの人、これ、とってもあの、えー、もう医療かかれないですよ、借家住まいであの貯蓄が。 なければです、ね、すさまじい状況で、123件で大丈夫っていうのは、私は乱暴だと思います。え次にです、ね、お配りしている資料を見てください、1人当たり医療費と患者負担の統計と、それから年間収入と患者負担の比率です、これを見ていただくと、一目瞭然だと思います。1人当たりりの医療費はやはやから74 以上になると、まあ、100歳以上だと、あのもちろん1人当たりの医療費は増えますが、あの赤ちゃんのときは、あの赤ちゃんとか、0から4歳は少し多いんですが、やっぱり若いときって医療費はそんなにかからない、しかし、残念ながらというべきか。まああの 加齢していきますから、74あるいは75から7以上になると、残念ながら1人当たり医療費が高くなります。で、1人当たり患者負担額も、これはまあ上がっていくということです、1人当たり医療費は年齢とともに上昇すると、後期高齢者は現役並み所得者を除いて、患者負担っていうのがすごくあのなっていると。 これで2割負担で大丈夫とは絶対に思えない、年間収入と患者負担の比率の統計も見てください、1人当たりの年間収入は50から54をトップにぐん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 と下がっていく、で1人当たり年間収入に対する患者負担の比率は、やはり60から64以上になると、どんどん増えていくという。この あもちろん、85歳以上だと、1人当たり年間収入に対する患者負担の比率は上がるわけです、つまり、高齢者になると医療をやっぱり必要とする、そして収入は下がっていく、この人たちに75歳以上2割負担、濃くじゃないですか。濱谷保健局長 お答えいたしますあのご,指ご指摘のとおりあの年齢が上がるに従いましてあの窓口負担額医療費上がってまいりますあのご指摘の窓口負担額につきまして例えば75歳以上については7.7万70、70については7.6万65から69については8.6万64歳以下については3.7万円でございますまたあの平均的に年齢階級別の収入に対する比率もあのそういう意味ではその75歳以上については比較的 高い比率になります、まあ、これはもう一般的に75歳以上の高齢者につきまして、現役世代に比べまして、受診頻度が多くて、長期にわたることにより、医療費が高いことから、比率も高くなっているということでございます、まあ、そういったことも踏まえまして、今回の提案に,におきましては、75歳以上の方、まあ、全員ということではなくて、まあ、一定の,あの以上の所得の方に限って、マニュアル負担とする,あのする提案をさせていただいているということでございます。<laughs> 200万、年収200万だからとりわけ問題にしています、生活に余裕ないですよ、123例調べて、年間が賃料が10、賃料というか、家賃でかかるのが17万ってやってるけれど、それ実態とかけ離れてますよ、33.5%、借家住まいなんですよ。 生きていけない、食べていけないというか、まあ、医療費にお金を割くことができなくなるんじゃないかと思います。次に資料でお配りしている高齢者の受診抑制を見てください、入院受診率対10万、人口10万体で、外来受診率、人口10万体、1990年から2017年までのこ,のこれで,です、ね、明らかに受診が減っている、これ、どう見られますか田村厚生労働大臣。 あのまあ、これ、受診減っているというのは、1つはです、ねえー、例えばあの投薬の処方をです、ね、これ、長期化をいたしておりますので、あの以前よりかは1回にです、ねまあ、もらってくる薬の量が増えて、えーまあ、その分、診療回数が減っている、これはもうトレンドであります、それからあと、まあ、入院期間も大幅にこれ、短縮になってきておりますので、まあ、そういうものをです、ね、理由としてです、ね、あのまあ、こういうようなトレンドになってきておる。 わけでありますあの、まあ、場合によっては、介護保険等々が、まあ、これ、施行された後ですね、それまでいろいろと言われておられたような、あの医療機関でいろんなものを対応いただいているというものが、介護の方に移っていると。 いう部分もこれは入っているのかも分かりません。あのいずれにいたしましてもですね。あの全体として、まあこのような形になってきておるというのはですね。あの受診適正な医療を受けていただいていないということではなくって、あのまあ、そういうような。 流れの中において、いろんな対応、診療報酬、いろんなものも含めてでありますけど対応してきている結果であろうというふうに認識出しております小島瑞夫君いや。違いますよ、年金が目減りし、消費税が上がり、物価が上昇し、貯蓄率が減り、貯蓄率が、あ貯金がないという高齢者が増え、そしてさっき挙げたようなあの医療費がかかって収入です、で実際、受診抑制されてるじゃないですかというか。 え入院の受診率と、それから外来受診率は明確に年度を追うごとに下がっています、大臣言ったように、1回であの薬をもらう割合を増えるとか、そういうのでまああの医療費を減らしているとかいうのはあるとは思います、しかし、明らかに現在まで受診抑制があるんですよ、75歳以上を2割負担にしたら、もっと受診抑制するんじゃないですか。 現場でいろんな話を聞きました、とりわけ歯の治療とかですね、やっぱ我慢する、痛くなっても我慢するとかですねえ、という話を本当に聞きます、我慢しちゃうんですよ、受診抑制、これを起こしてはならないと思いますが、どうですか田村厚生労働大臣。あのまあ、今般のことではなくて、以前からです、ね、あのまあ歯科等々に関して我慢されるという方がおられるという話をお聞きいたしております。 ただ一方で、歯科航空の健康は全身の健康にこれつながっておるというエビデンスも出てきておりますので、歯、え、科、ーまあ、航空保険法等々も施行され、各地域で条例をお作りをいただいておりますが、あの我々といたしましてもです、ねえーまあ、歯科の重要性というものを今、お訴えをさせていただき、あのかむ まあその能力という意味ではです、ね、特定保険、特定検視の中においてもです、ね、その項目に入れさせていただきながらです、ね、歯科の重要性というものをお伝えさせていただいて、なるべくあの歯科の治療に、まあ、つながるようにということもさせていただいておりますので、それはそれとしてしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております福島みずほ君。 歯科高校が重要だといっても、2割負担になってお金がなかったらかからないじゃないですか、これ、さらに受診抑制に進みますよ、高齢者になればなるほど医療が必要なのに、2割負担にしたら、本当にあの受診抑制する、しかもに200万ですよ、200万、これでどうなのかと、えー、それで,です、ねえー、将来的に2割負担の対象者に関する基準を見直す可能性はあるんでしょうか。谷保健局長 アリフターの範囲につきましてはあの、あのまずはその今回の見直しにしっかり取り組むことが重要であると考えておりまして、まあ、現時点でさらに対象者を変更することについては考えておりません、はい、福島瑞穂君、はい、現時点ではないかもしれませんが、条文に200万って書いてないんですよ、一番初めに議論になったとき、170度がもっと低いじゃないですか、そうすると、この金額、下がる可能性もあるということでよろしいですか浜谷保健局長。あの あの今回の200万につきましては、さまざまな議論をした結果あの、決定したものでございまして、まあ、閣議決定もし,してございますで。今回の取り組み見直しにつきましては、あの今回、回今ご提案させて、ご議論いただいております基準で考えておりまして、現時点でさらに対象者変更することについては考えていないということでございます。 福島みずほ君、はい、現時点ではそうかもしれませんが、将来的に、ていうか、これがですね2割負担の対象者にかかる所得基準は、政令委任をしています、政令でやれるんですね、その問題点はあるんじゃないですか、つまり国会の関与なく、180、170、160、下げること可能ですよ、どうですか浜谷保健局長。お答えいたししまますあの窓口負担の基準につきましては従来から 法律には負担割合など基本的な事項を規定した上で、金額等の具体的な基準については、政令で定めるのが一般的な法形式でございます。現在の現役並み所得の基準についてもそうした形式でございまして、それを踏襲したものでございます。でなお、まあ 仮には将来的にまあ所得基準を変更して、政令を改正するといった場合には、これは当然、社会保障審議会をはじめるといたしまして、関係者とのまあ丁寧な議論を行った上であで、改正ということでございまして、決してまあ政府の判断のみであの変えるということではないというふうに考えております福島瑞穂君。200万が丁寧な議論を経て決められたとはとても思ってないんですよ。123例で賃料17万で決めちゃってるんですよ。 お互いの各政党間の協議でも決めてるじゃないですか、条文にないから、国会関与なく、これが下がるんじゃないかと心配してます、以前というかです、ね、報道によれば、200万じゃなくて、じゃあ質問変えます、え報道によればです、ね、200万よりももっと低かったんじゃないですか。谷保健局長あのあのあのこのあの200万が決定するに際しましまては5つの選択肢を示し でそれを全世代型社会保障検討会議、あるいはその社会保障審議会、医療保険部会におきましても、まあ、丁寧にあの議論した上で決定したものでございまして、まあ、関係審議会の了承も得てあのあの、そういったプロセスを経て決定したということでございます福島みずほ君一番低い金額は年収、いくらですか濱谷保健局長。 えー、5つの選択肢におきましては、えー、一番低い金額として、あの選択肢として、機械的な選択肢でお示しいたしましたのは、一、まあ、人世帯で本人収入155万,、えー、15万円以上ということでございます、はい、福島みずほ君。だから心配してるんです、シミュレーションの中で155でしょ、170といろいろ出てます、155まで落ちる可能性があるんですよ、大丈夫かと思いますよ。 どんどん下がるんじゃないか、上がることはなく下がるんじゃないか、本当に心配しています。国会関与できないから、本当に心配をしています。だから、このでまあ200万も問題で、この2割負担も問題だと思います。で資料を見てください、えー、これは1230億もの公費削減のための2割化なんですが、えー、これを見ると、現役保険料本人負担390億円マイナスで、1人当たり推定額は年400円、月33円。 まあ本会議では30円というのもありますが、えー、公費負担軽減が1230億円、事業主負担軽減が340億円、現役世帯は390億円減で、えー、なんと月に33円でしかないということで、改めてよろしいですね浜谷保健局長、えーあの。負担軽減の効果でございますけれども、えー、2025年度時点であの、支援金総額は。あの 830億円の減、1人当たりの支援金の減が800円で、年間ですね、1人当たりの支援金の月単位にいたしますと、3角70円の減ということでございまして、これは労使折半で本人負担分にすると、約月額30円の減ということでございます福島みずほ君現役世帯を応援するっていうけど、月30円なんですよ。 月30円で、さっき見た高齢者が窓口負担2割になって医療にかかれないのとどうですか、衆議院の議論で、その30円かける現役世代で、そしてその人が90歳まで生きたときの医療費負担、まあ、形式的になかなかどの保険に入ってるかとか、いろんなことが全部入るのであれですが、圧倒的にやっぱり損になるんですよ、高齢になって医療にかかれなくなってしまう、30円ですよ、月に30円。 30円のためにえ、自分のおじいちゃん、おばあちゃんやいろんな人たちが、窓口で2割負担になって、病院にかからなくなるかもしれない、医療を我慢するっていう事態はいいんでしょうか、30円を助けるためにって、でこれを、ね、明らかに30円なのに、現役負担の負担を軽減するとか言い放つのは、ミスリードじゃないですか浜谷保健局長。あの 議員ご指摘のとおり、あの機械的に計算いたしますと、現役世代の負担軽減額は、あの事業の負担分を除けばです、ね、月額でおおむね議員ご指摘のとおりでございますけれども、先ほど申し上げましたけれども、総額ではですね2025年度、満年度で支援金を830億円、まあ、軽減する効果がございます。そそういいったその,あの原理効果がございますしでそこのあの <laughs> あの規模感につきましては、高齢者の生活の,あの状況等も踏まえた中では、まあ、最大限のものというふうに考えておりまして、現役世代の負担増加の伸びをできる限り抑制したい、まあ、その中で高齢者の生活状況等も踏まえる、まあ、こういった中での,あの金額ということでございます福島瑞穂君。この国は高齢者になったら十分な医療を受けられないようにするんですか。 という本当にそういう問題です、2割負担がどれだけ75歳以上の人にとって年収200万ですよ、どれだけ打撃を与えるか、私、これ間違っていると思います。30円を軽減するためにって、この制度間違ってますよ、窓口負担増ではなく、保険料における往納負担の徹底や、公費拡充を進めることが必要ではないんですか。浜保健局長あの、まあ、そういうい意味ではその 大野負担として、その保険料をあの上げていくということも、あの選択肢の一つだと思います。まあの現にですね。あの付加限度額につきまして、あの後期高齢者医療制度におきましても。 国保並びでま定期的にま概ね2年に1回程度上げてきております。ただ、あの仮にですね。あのこれはあのご提案いただいてもおります。けれども、これを大幅に引き上げるということになります。と、もともとそのあの保険ですから、あの受益と負担の均衡と言いましょうか。あの一定程度のですね。あの限度があの限度超えますと、あの納付薬の低下等もあ,あるというふうに考えておりますので、えー 学の見直し、保険料の見直しについては課題と考えておりますけれども、丁寧にあの議論していく必要がある,あるというふうに考えております。 島みずほ君、はいえー、データで,です、ね、老衰とかそういうのが増えてるんですね、自宅で、それでも本当に老衰なんだろうか、医療にかからなくて亡くなってしまったんじゃないかということを思ったりします、また高齢者の,あの万引きとかですね、要するに何を盗んでるか食べ物なんですよ、本当に貧困が拡大している、貧困と絶望を本当になくしていくのが政治の仕事じゃないですか、だからやっぱりこれは間違っていると思います。えー 内部留保に課税をするとか。 税金の取り方を変える、法人税見直す、あるいは所得税の累進課税を元に戻すとかですね、ガ a f a などに関してもっと、あるいは金融取引に関して課税をしていく、タックスヘブブに切り込んでいく、やっぱり税の公平なことを実現する、そしてやっぱり安心して年を取ることができる社会をやっぱりつくるべきだと思います。貧困とと絶望そして医療にか,かれななないここんなことをやっぱりなくすべきだ というふうに思っています。これをこうすることでどれだけの高齢者の命が奪われるかと思っているので間違っているというふうに思います。で、国保に対する公費投入を拡充し、協会健保並みの保険料に引き下げる必要性についていかがでしょうか。浜谷保険局長、えー、国民健康保険につきましては、まあ、高齢化の進行に加えまして。 無職、あるいは非正規雇用の労働者など、低所得の加入者が増加するなどの構造的な問題があるというふうに承知しております。まあ、このため、所得の低い方に対しまして、保険料の軽減措置を講じ,る講じますとともに、これには公費も入れております。で保険給付の,あの5割を公費負担とするなど、公費を他の制度より手厚くする措置を講じてきております。あの最近ではの平成30年度の,あの国交改革におきましても、 都道府県対化によりまして、財政の安定化を図ったことに加えまして、低所得者対策の拡充等に、あの等ということで、毎年、約3400億円の追加の財政支援を行い,行いまして、財政基盤の、財政基盤を大幅に強化したところでございます。まあ、こうした取り組みを通じまして、高校生等の安定的な運営に努めてまいりたいと考えております。 小島水保君。はい、えー、事業主検診、えー、検診情報の取り扱いについてお聞きをいたします。事業主健康診断情報を保険者に集約することについて、システム構築やデータ検証作業など進捗状況はどうなっているでしょうか。浜谷保険局長、お答えいたします。あの保険者の平成二十年度以降。 あの高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、まあ、40歳以上の方の事業主検診の情報を取得しまして、特定検診の情報として管理してきております。で検診情報につきましては、まあ、機微な個人情報でございますので、保健者におきましては、これまでも厳格な情報管理と適正な利用を求めてきたところでございます。まあ、具体的には、まず健保組合、全国健康保険協会等につきましては、 個情報に基づくあの個人情報取扱事業者として、まあ、その規制に従うほかに、まあ、市町村国庫後期高齢者広域連合につきましては各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております、まあ、その上であの個人情報保護委員会と厚労省との連盟のガイダンスにおきまして、えー、入体室管理記録機能を持つバイタル持ち込みの禁止等の物理的安全確保措置あるいはその機関システムに接続,接続,接続されましたネットワークと インターネットに接続されましたネットワークの物理的または論理的分離等の技術的安全管理措置等をお示しして個人情報保護のための具体的な対応を求めております。で あの改正に伴いまして、保険者が40歳未満の方の事業主検診情報をまあ取り扱うこととなりますけれども、その取り扱う際には、既存のシステムを活用しながら、システム改修およびデータ検証を進めていくことをあのとなるものと考えております。改、ま、修、あ、等にあたりましては、関係法令を遵守しつつ、セキュリティやまあデータの正確性に十分配慮しながら進めていくように、厚労省としても改めて周知してまいりたいと考えております。はい、福島みずほ君、はい改めて 確認いたしますが、この健康診断を受けるにあたって、え自分はこのシステム構築の中に入りたくない、個人情報を守るということはもちろん可能なわけですよね浜谷保健局長。あのあのこれはあの法律に基づくあの事項でございますので、まあ、あの法,法律に従いましてあの、扱いを決めていくということでございます福島瑞穂君。はい、どっちなんですか、協力しないことは可能なんですか、可能じゃないんですか。 浜谷保健局長、はい、あの基本的にはこれは法律に基づくあの情報でございますので、あの基本的には本人,本人の同意なくあの、提供できるということでございます <laughs>、はい、福島みずほ君。個人情報を守れないということですか、拒否権ないということですか。 保健局長あの事業主から保険者に提供する際には、これは法律に基づくあの提供ということでございますので、まあ、基本的には本人の同意なく提供は可能というふうに考えております福島みずほ君。だからやっぱり問題なんですよ、つまり、検診を受けるときに、私の情報はこのデータに入れ込まないでくれということは可能なんですか、可能じゃないんですか、今の答弁だとできないということですよね、つまり自分の情報を守りたかったら、検診受けないか、 どうかっていうことになっちゃうということでよろしいんですか。同意なくても、本人の同意がなくても、このシステムの中に入るということですね。浜谷保健局長。あの。えっ、ー、と、この、あの、情報でございますけれども。あの、じゅう、あくまでその事業主検診の結果。について、あの、ほ、保険、保険者に。あの、渡しして。 えそれでそのあの個人情報保護法に基づく管理等をしっかりする前提でございまして、そういう前提の下で、基本的にはその同意なしであの提供が可能になるということでございます小島瑞穂君。語尾がはっきりしないんですが、個人情報保護守ると配慮するのは当然として、この中に私の健康診断の情報を入れないでください、それは可能なんですか、浜谷保健局長。 お答えいたしますあの繰り返しになりますけれども、あの今回、事業主検診情報をあの保険者に、まあ、提供するにあたりましては、まあ、これは法律,法律に基づいてあの提供ということでございますので、まあ、本人の同意自体は、あの本人の同意なく、事業主から保険者には、まあ、提供が可能ということでございます小島瑞穂君。だから問題だと思います。整理理したデジタル庁関連法案はは行政の庁は相当な理由がある場合には個人の なく目的外使用ができる、そして特別の理由がある場合には、民間に対してその情報を本人の同意なく目的外使用ができるとなっています、え共通使用に各役所と各自治体をやりますから、前よりもずっと簡単にクリック一つで情報が流れると思います。で健康診断情報はままさに匿匿名名化化と言われていいすがえ今後匿名化っていうかです、ねこのえー デジタル庁関連法案にのっとって、目的外使用が起こりうると、行政の中で,で、民間に対してということでよろしいですか浜谷保健局長あのあの。現段階で何かこう匿名化してです、ねあの、それをあの利用するということを想定しているわけではございません。島み君ちょっっとはっきりお願いします 保局長お答えいたしますあの今回の,あの情報提供は、保険者内での,あの,活あの保険事業への活用ということを想定しておりましてあの、匿名化して何か第三者提供するということを想定しているものではないということでございます。 福島みずほ君、はい、医療扶助におけるオンライン資格確認についてお聞きをいたします先ほども質問がありましたが非常に器具を持っていますというのは生活保護を受けるでもマイナンバーカードは持ちたくないでもケースワーカーがやってきてですね、えマイナンバーカードを用いた資格確認を進めていく予定であるとさっき答弁がありましたケースワーカーが家庭訪問して医療券の受け取りが不要になりますよ医療券なんか現場で出さなくていいんですよ説明を丁寧に行いマイナンバー ナンバーカードの取得を促すようにするものであるというふうに事前に聞いておりますこれって実際ケースワーカーと生活保護を受給する人間の関係ってやっぱり弱いのでマイナンバーカードの取得を事実上強制されることになりませんか橋本社会援護局長あの当然、えー、ケースワークの中で 受給者に対しましてさまざまな指導を行うということも、ケースワークの役割であることは間違いございません。ただ、先ほどのご答弁申し上げましたように、このマイナンバーカードの取得を促進していく上では、 あくまでもこれは強制という形ではなくて丁寧にメリットを説明しながら取得を促していくということでございますし、またあのやむを得ない場合には医療券の併用もを認めるというふうな形で運用させていただく予定でございます。小島水保君、生活保護を受けることについて、低、え、が、ー、あの無料定額宿泊所に行かなくちゃいけないので嫌だとかですね、家族に対する紹介請求嫌だと、いろんな意見聞きます。でも今回ですねマイナンバーカードの取得を進められるっていう嫌な ことが増えるっていうかですね。嫌だって。でも改めてお聞きします、えー、私はマイナンバーカード嫌です。ということは可能だっていうことでよろしいですね。橋本社会援護局長。 これはやはりあの、この,かあのオンライン資格確認ということを導入することによりまして、あの全体としての、まあ、事務を効率化していくと、まあ、それによって、まあ、あの医療機関にとっても、受給者にとっても様々な、さまざまな負担を軽減していく、そういったことが最終的には目標になってまいりますので、やはりできる限りですね、あの マイナンバーカードの取得を促進していくということが極めて大事なことでございます。従いまして、あのまあ、そういうさまざまご本人のご意向はあろうかとは思いますけれども、やはりメリットも含めた丁寧な説明をしていく、これが基本だと考えております、はい、福島みずほ君。確認です、丁寧に説明されても嫌ですということは可能なんですよね、それ言ってください、嫌です、マイナンバーカードを持ちたくありません、それ、可能なんですね。橋本社会援護局長 あのこれは基本的には、さまざまな形でご説明をしていくということは基本になると思いますけれども、ぎりぎりどういった場面で、そういったことに関しまして配慮するのかどうか、そういったところは運用の詳細については今後、詰めてまいりたいと考えております、はい、福島みずほ君マイナンバー。マイナンバー制度、マイナンバーカードを導入するときに、強制しないって国会でさんざん言ったじゃないですか、強制されないっていうことでよろしいですね。橋本社会援護局長 あのマイナンバーカードの所持ということが保護の要件ではございませんので、強制するものではございません。はい、福島穂君、はい、強制するものではないという答弁をいただきました。それでこの、えー まあ、生活保護の,あの医療扶助の場合も、他の場合もえ、顔認証システムを導入するというふうに言われています、ところで、この厚生労働委員会の中で、健康保険証とマイナンバーの一体化の議論のときに、顔認証システムの議論は一切ありませんでした、これ、どこから出てきたんですか。谷保健局長あの えっとどこからで見ましょうかあの、このマイナンバーカードとあの健康保険証の,あの、マイナンバーカードの健康保険証利用をあの検討していく過程におきましてあの、本人確認の仕組み等につきまして、あの政府部内でもさまざま検討いたしまして、あの顔認証付き顔デリダーであれば。 あの本人確認が確実にできるであろうということで、あの実務的、実務的に政府部内で詰めてご提案したものでございます。またあのこのこの点につきましては、昨年のあの厚労委員会におきましてもあのあの確かご議論をあのいただいているというふうに考えております。 小島穂君これと、とりわけまあ生活保護の場合、まあ、生活保護以外の場合もそうですが、まずマイナンバーカードと健康保険者が一体化しているものを持っていて、あと顔認証、カードリーダー、そしてもう一つ、顔認証でやると、でこの顔認証の、あのえー、そのマイナンバーカードの顔と自分の顔の顔認証を符号させるというふうに聞いておりますが、私、これは消去するんですか。 というのはです、ね、この間の議論で、マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針、令和元年6月14日、デジタルガバメント閣僚会議においてはこうあります、令和3年3月からは一定の病院等の窓口における本人確認、顔認証方式による登録処理を進める。 登録処理ってあるんですねそして、123回社会保障審議会医療保険部会議事録、令和元年12月25日ですが、ここでもこう、えっ、ー、とですね、 マイナンバーの健康保険証利用に、マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた環境整備については、今年の6月4日の閣僚会議決定において、本人確認は顔認証方式によって、登録処理を進めるということにされております。登録処理をするということは、まさにこれ、顔認証のデータを登録していくということでよろしいんですか。浜保健局長 ご指摘の登録はあのそういう意味での登録ではなくてです、ねあの、マイナンバーカードを保険証として使えるようにするためには、一定のこの紐付けの処理が必要です、それはあのあの今でもあの市町村の窓口でもできますし、えー、あるいはそのマイナポータル通じてもできますけれども、顔認証付きカードリーダーにかざして、それでそのあのその健康保険証として利用できるような、その、あの 健康検査を利用するためのまあ、いわゆる登録ということでございます。で、なお、顔あの認証した顔につきましては、あのその場であの記録あの記録として残らない仕組みになっておりまして、そういう意味ではそのあのごあ、ご懸念のようなま登録とかいうことで、記録が残る,残るということはないということでございます。はい 福島みずほ君いや、私はこれ、おかしいと思います、なぜならば、このデジタルガバマントの閣僚会議でも全部そうなんですが、本人確認は顔認証方式によって、登録処理を進めるってなってるんですよ、私がたまたま病院行って、マイナンバーカードと健康保険証をかざすで、顔認証で確かにマイナンバーカードの顔認証と福島みずほが一緒だっていう、でそれっきり。 っていう今の説明なんですが、それっきりだったら、私のマイナンバーカードと私の顔を照合させるだけだったら、なんでここで何度も登録処理を進める、登録処理という言葉が出てくるんですか、違うでしょう、登録して集めるんじゃないですか。谷保健局長あお答えですす繰りり返しになりますけれどもあの 照合したですね、照合あのします、照合したです、ね、その写真等を、あの何かそのシステム上登録して残すと、そういう意味ではないということでございます、はい、福島瑞穂君。現場で単に照合するだけということなんですか濱谷保健局長。あのそのとおりでございます。はい 福島みずほ君現場で照合するだけだったら、なんでこの登録処理を進めるとなってるんですか、登録ですよ。浜谷保健局長 お答えいたしますこれ、ちょっと繰り返しになりますけれどもあの、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あの初回登録といいまして、あのそのあのマイナンバーカードをその健康保険法の情報と紐付づける処理が必要です、それを登録処理と言っておりまして、これがその先ほど申し上げましたけれども、市町村の窓口でもそのマイナンバーカードを持っていきまして、これを健康保険証として利用できるような処理もできますし、マイナポータルを通じてもできますし、顔認証付きカードリーダーをついても、 通じてもできると、これを登録処理というふうに言っております、はい、福島瑞穂君いや。登録、さっきからね、顔認証に関しては、あの単に照合するだけだっていうのに、登録っていうのが出てくるのはなぜですかっていう質問ですよ田村厚生労働大臣あの。マイナンバーカードを保険証として登録しなきゃならないので、そういう意味で登録処理しますが、その。 顔画像のデータを登録したところで,です、ね、意味がないので、本人が窓口に行ったときに、そのマイナンバーカードのこの IC チップに入っている顔データと、本人の顔が一緒だということで、このマイナンバーカードはこの本人だなということを確認して、もうそれが登録されてますから、このカードは保険証になりますよということを、そこで確認するだけの話でございますから、顔データは登録しても意味がないですから、そういう意味でからすると、これ自体は登録するというものではないわけであります。 福島君違いますよ、顔データの顔認証仕組みって、一番貴重な情報じゃないですか、まさに、これ、今がたくさん民間を集めて、いろんな本人確認をしたりしていますよ、でもヨーロッパやいろんなところでは、顔認証と警察が街角で顔を取ることをリンクさせることには逆に問題があるという、別の議論も出てますよ。で私がこだわるのは はっきりと本人確認は顔認証方式によって、登録処理を進めるというふうに、デジタル庁あのガバマンス閣僚会議でも、社会保障審議会医療保険部会でもなってるんですよ、登録処理となっているから、やっぱりこの顔認証が登録をされる、あるいはどこかに飛んでですね確認をするというふうになるんじゃないか、北ここ村厚生労働大臣、要はマイナンバーカードが、 保険証になっているかどうかっていうのをこれを登録するんですで、そのマイナンバーカードが持ってきた本人と一緒なのかつまりこの人のマイナンバーカードなのかっていうのを確認するためにマイナンバーカードの IC チップにあの本人の顔画像のデータ入ってますよねそれとその持ってきた人そこの現場で 本当かどうかをまあ確認するだけの話で、その持ってきた医療機関で確認しているだけで、その記録自体は残しても意味がありませんから、その時々でリーダーで顔を見てもらって、そのマイナンバーカードの入っている IC チップのデータと一緒かどうかを、その現場で確認しているだけですから、それをどっかにあの顔、データ自体をですね、なんて言いますか、保存しているわけではないというふうにご理解ください、はい。 福島みずほ君いや、やっぱり納得しません、なぜならばこの文章は、本人確認は顔認証方式によって登録処理を進めるとあって、今の説明と違いますよ、一体これはどうなるのか、きちっとこちらもあの検証したいと思います、だって顔認証方式は登録処理すると書いてあるわけですから、えー、それでですね、えー、健康保険証のマイナンバー一体化のこれが延期になりました、延期になった理由を簡単に教えてください。谷保健局長 お答えいたしますあのマイナンバーカード保険証利用、オンライン資格確認につきましては、この3月から本格運用を目指しておりましたけれども、この準備の過程で、ですねあのコロナ禍による出勤制限等による、まあ、憲法名など、保険者の加入者のデータ確修正作業が遅れたこと、それから医療機関サイドにおきましては、まあ、世界的な半導体不足等を、まあ、原因とするパソコン調達の遅れなどにより、まあ、導入準備が遅れたこと、まあ、こういった理由で、あの 本年10月までに本格運用ということで、延期したところでございます福島水穂君はい、えー、データが集まって一元化修正、集積化して、それがどう使われるかっていう心配もあるし、それがいつも不具合やなんかうまくいかないっていうので遅れてです、ね、それがどっかに流れたり、えー、ハッキングされたり、ずさんに漏れるんじゃないかっていう、両方の心配をしなくちゃいけないっていうような気もしますが。えー 2割負担は問題であり、またこのような形で進める、あのオンラインの集積進めることにもあの問題点があるということを強く申し上げ、質問を終わります川田竜平君。